あっという間に令和になってもう半年経つんか。平成はまあ30年ぐらいあって結構長かったな。平成っち大分ではどげんことが起きたんじゃろうな。あ、皆さんこんにちは。大分の高千代方です。ですね。まあ、令和になって、もう今、収録が2019年、まあ、令和元年の10月13日でございますけども、もうあっという間にもう令和も半年を迎えようとしています。特に令和も、いろいろ自然災害が悩まされておりますが、去る平成も、まあ、自然災害が非常に多かった年でございますし、まあ、いろんな事件もございました。一方でですね、こう明るい話題とか、スポーツであるとでの活躍とか、ね、スマホが入ったりとか、新しいですね、技術が導入されたりと、まあ、本当に激動の30年間でございました。で、その30年間では、私が住んでいる大分県ではどういうことが起こったのか、振り返りたくありませんか。まあね、歴史を振り返るということは本当大事です。ね、温故知新ということはございますね。古きを訪ねて新しきを知るということで、古いことですね、過去のことを学ぶことで新しい出会いがある、また教訓となることがございます。まさに自然災害もそうですし、ですね、また歴史はですね、ついてですね、まあ、賢者、賢い者は歴史から学ぶという言葉もございます。で、まあ、温故知新のくだりについてはですね、なぜここまで詳しいかと申し上げますと、私は中学校の国語で、四字熟語を調べる際にこの担当が温故知新だったかという、まあ、どうでもいいエピソードで、巣も作れんエピソードでございますけれども、まあ、そんなですね、平成の歴史を振り返る、かつ大分がどうだったか、まさに大分ですね、平成と大分について学べる一冊がございます。今回、こちらです。じゃじゃん。平成と大分、大分県30年の歩みでございます。こちら地元大分合同新聞社様が発行しております一冊でございます。こちらですね、いろいろ、まあ、新聞記事ですね、過去の新聞記事をもとに作られています。ちょっと中身は見せられないんですけども、写真付きで、例えばですね、こういう、まあ、各都市の重大ニュースをですね、ごめんなさい、ニュースを入手とか言ってね、まあ、どうでもいいんですけども、が、ね、紹介されていたり、またですね、この平成に大分県で起こった、まあ、いろんなイベントや出来事について、その時の当事者がですね、まあ、当時の思いとか、こういうことがあったんだよとか、こういうこと苦労しましたというですね、まあ、連載企画がございますけども、これまた非常に面白いんですよ。なんていうか、当事者が語るですね、思いというのも面白いですし、であといろいろこう写真で振り返る平成と大分ということがございます。これ本当ね、カラーで写真付きで読みやすいです。中にこう年表もまとめてあってですね、記事によってはですね、文章用に読みやすい一冊です。これですね、こちらですね、もともと私は今度11月3日に行われます、真剣大分学検定という検定を毎年も受けています。今年も受ける予定ですが、その検定のですね、参考書として、まあ、ご紹介がありましたので、今回購入をいたしました。まあ、ですね、先ほど申し上げた通り、本当ビジュアルいろいろね、写真とかあって、で、やっぱ記事で、新聞記事で文章うまくて、こうまとまってます。ですから、わかりやすくて、こう楽しく、ね、読んで、そして大分と平成を振り返る、学ぶことができます。こちらですね、まあ、2500円プラスですね、消費税ということで、まあ、買おうとしていくらですか。決してね、こう、安くはないんですけども、まあ、今回私は大分学研究会という、まあ、大分を学んで、魅力を堪能して、そして情報を発信する研究会に入っております。その大分学研究会のですね、経由で購入いたしましたので、ですね、まあ、2500円きっかりで購入できたんですけども、大分県内の書店やですね、大分合同新聞社さん、そして大分学研究会でも取り扱っておりますので、ぜひ皆さん、ご一読くださいですね。いろいろやっぱ、いろんなコーナーもやっぱありますし、ページもですね、200ページほどございます。小畑さんとかね、スーパーボランティアの、なんて出てますしね、ほんといろんなことがございました。ね、まとまった一冊です。平成。で30年間が200ページに収まっている、されど濃い内容でございますので、まあ、ぜひ皆さんですね、この機会に、まあ、大分と平成をと触れ合っていただければ幸いでございます。そして私もこれを読んで、ですね、まずは大分学研究会をですね、
白新球団まで、そしてもちろん検定にね、良い成績取るだけではなく、素直に大分県ですね、新しい大分とか大分再発見をしたいと思いますね。ぜひ皆さんどうぞ平成と大分ですね、大分県の30年の歩みご覧くださいませ。以上です。今回は珍しく本の宣伝をしてみました。皆様毎度ご視聴ありがとうございます。これからもですね、ご視聴よろしくお願いします。またチャンネル登録や高評価もぜひよろしくお願いいたします。以上です。それでは。